こんばんは。動く。コウスケさん、鴨川さんもいらっしゃいませ。タイムシフト、ありがとうございます。大丈夫ですかね。お、いらっしゃいませ。天気、今のところ大丈夫ですよ。ですね、グラスさんいらっしゃいませ。これ。高原さんいらっしゃいませ。太平洋側は結構降ってるみたいなんですけどね。紙？違う違う。日本海側はバッチリ晴れてます。ちょっと曇ってますけど、月がはっきり見えるぐらいです。カレーじゃない。夕食じゃあどうしようかな。これで見せるか。ん？敬語とあれ？反射。晩酌。いや、私飲めないので。焼き物、まだここは違いんですよ。48。あくぶ48じゃないです。何です、何です。あ、ダメだ。追いつかない。いつ見てもありがとうございます。結婚。お。カーテン、夕食はこう。部屋紹介もそうですね。夕食はツイッターにも出したんですけど、来た。これ。八木さんいらっしゃいませ。食いかけなんですけどね。メインは手前にあった食いかけの魚と、あと奥の方にある揚げ餃子、肉はさみれんこん揚げ、あとホタテもなぜかフライになってました。本当に、いわゆる家庭的なってやつですね。品数多くていいですよね。歯型、魚の。魚はサバですね。確かサバでした。ちなみにこの店の外観はこう。こう。お、いらっしゃいませ。来た。ペンネ、あれはマカロニみたいでしたね。ナポリタンのマカロニで作ったみたいなやつ。揚げ物、そうですね。いくら？一泊二食5000円でございます。中華料理はですね、宿の夕食は同じ食堂で食べるんですけど、中華料理屋さんなんですけど、夕食は中華じゃなかったですね。なんか酢豚的なものが出るのかなと思ったら、完全になんか普通の夕食で、それはそれでいいなと思いました。給料いくらですか？そんなことしれっと聞くな。お、いらっしゃいませ。宅急便。お、ウィ、ワ、ワインさん、ワインさんじゃなくていらっしゃいませ。無線 LAN、どうだろう、調べてないですね。で、部屋はこうです。素泊まりいくらだろうな。お得意パスタ。そう、燃料買ってきましたよ。お客さんはですね、結構います。ていうか、濡れた服は、今は洗濯中です。100円で90分、洗濯機とか乾燥機周り全てに対して電気が通るという仕組みなんで。ん？獣医病院。ですか。海に向かって左手側に釣り屋さんがあるのは見たんですけどね。あとローソンも近い。あと近く、車社会的な大きな店がいくらでも近くにあるんで、買い物的には一切何も困らないです。布団は中ですね、多分。襖や畳の上に濡れたものをかけたり置いたりしないこと。ちなみにほら。散 らかっとる。いつもよりは散らかってないんじゃないかな。わかりますか？こんばんは。ボンベ、買えました。大丈夫です。いくらでも干せるようになってます。これもあるし。寝袋、いや、寝袋は羽毛がちょっと落ちるんで。あいっつ。痛い。で、電源はここから拝借してます。ごちゃごちゃと。タコ足。いつものタコ足です。ただ今日はちょっと分散してます。ドガーって音がしました。で、まだ荷物は詰まったままです。これ本当に荷物入りきるかな？ガスはこれ。さっき、夢タウンの中には、なんか必ずダイソーが入ってるって話だったんですけど、行ってみたら、100円ショップという名前の店でした。ダイソーじゃなかったですよ。100円ショップという名前の店でした。電力はまあ少ないと思うんですけどね。
マスター競馬場、まあいろいろ、ちなみにこのタオルはですね、去年のこれゴールデンウィークだっけ？どれだっけ？ゴールデンウィークだったか10月の時だったか、10月の時かな？海沿いで泊まった美保三角の、いや、確か10月の方じゃないですかね。美保三角で夕日見た後の泊まったとこですよ。ですよって見た人しかわかんないな。そう、あの時のタオルです。ペイチャンネルはないんじゃないかな。そうだ、ペイチャンネルで、待てよ、ちょっと待てよ。テレビの映像出すのはまずいらしいから、ちょっと待ってくださいね。海のすぐ横、そうそう、大こげさんですね。ちょっと右上に小さく出てるのを勘弁してもらおうとして、これでいいかな。ここの、デジタル地上波テレビで見られることができる番組のチャンネルはこれだけ。なんと5チャンネルあります。5チャンネルあるんですけどね、情報量少ないんです。お、いらっしゃいませ。ピロロン学園って何？つまり2チャンネルってことですね、全部で。 ピロロンって何？私知りませんが、テレビ見てないから NHK とどっかの民放1局だけですかね。そうだ、肝心なこと忘れてた。実質2チャンネル。ちょっと珍しいかなと思います。さて、ちょっと風呂出てからの喉乾いてるのを我慢してたんで、そうだ、これ声外に出すか。いや、まあいいか。このまましとこう。今これヘッドセット使ってます。これ。チャンネルに。グローブ見つかんないです。仕方がないんで、予備で持ってきた破れた方を使います。明日はですね、早く、うわ、垂れた、違う、これ水の方だ、よかった。すみません、ちょっと今バシャーっと出てきたやつをちょっと、じゃあ、とりあえずは、いつものバンビ T シャツです。これ分厚くて、汎用性があるので。じゃあ、乾杯。本質がやっぱり まあこの口に近いっていうのもあると思うんですけど、これよりも高いはずのオーディオテクニカのいつも使ってるマイク、音質悪いんですよ。ただサイズ的にこの胸元につけられるのってあれしかないんで、で、これキリンコーラ、これ前確か鎌倉とか行った時に飲んだことあるんですよね。なんかコカ・コーラとかペプシコーラとはまた違う味がしますね。なんだろうな。若さの秘訣は自転車旅行。なんかで聞いたことあるな、こういうフレーズ。ふぅ。メガネ、すみません。SL 目当て、そうそう。昨日も10月、5月1、2はやってないんですよね。その前、4月30日も確か走ってなかったような。特効コーラ。若さの秘訣は自転車旅行。なんか聞いたことあるな。ゲームは1日1時間みたいですね。メガネ直す可愛い顔。それ狙ってやりましょうか。あら可愛い。あら可愛いは、自分で言うのもあまりにもちょっとひどい。あとは何か写真見せようと思ってたんですけどね。なんかあったっけ？ ガフー。おしゃれメガネ。寒くないです。でも外確かに風があって、破れたお尻。おっさん、自分で可愛いとか言ったらもうおしまいだ。ほら、これ。そう、皮下工事は言い過ぎだって、老眼まだ自覚はないんですけどね、多分来てると思いますよ。で、ん？何にサインが多い？なんじゃこりゃ。この100均のレインズボン。で、放送中も見せましたけど、お部屋、一人には広いですね。この通り、避けるので自転車等では使用しないでください。100均のレインズボンは。
本当にひどいよな。そうそう、駒込さんって人の、多分私、何度か見たことあると思うんですけどね。あ、でも付き合いがないから言うな、なんかいろいろ言うのやめとこう。完璧に破れてますね。エロいか。というわけで、これは、トラッシュ。まあ、100円ですね。まあ、でもそういう目的で買いましたからね。でも100均のもの買って使い捨て続けるのもちょっとどうかなと思いますけどね。あとは、今日、そうか、GPS とかなんか、ログをやっぱり記録して見せることができるようにしとかないと、明日のルートとか説明できないな。事後。で、ビッグマグ、あ、ちょっと待ってください。プラッシュ。谷川名人も言われます。すごく言われますね。で、ですね、今日のルートは、宅急便の箱、そうそう、処理してもらうようにお願いしないと。お、こんばんは。よっと。蓄積そうですね。で、今日は、ですね、雲見える X バンドってアプリです。X バンドで検索すれば多分出ます。こう新幹線で来て、あ、行き過ぎた。ダメだ。画面見ながら、じゃ、ラグがあって無理だな。こう行って、山口県の近くの新山口ってとこまで新幹線で来て、で、こっから特急スーパー沖でこう行って、この辺りが津和野。で、津和野から3、40キロぐらい走って、こっちに、溝井の増田まで下ってきました。ウォークスルーボックスっていうのは何でしたっけ？で、明日はですね、ここから海沿いにこう行って、多分この、こう行って、この辺りの萩っていうところまで行く予定です。70キロ弱の予定。なんですけど、雨が降ったりするとわかんないですね。そう、アナログ。この、ビクトリノックスについてる、いわゆる爪楊枝、トゥースピックで、これいつも指示棒に使ってます。彼女から。あとは、あ、そうそう。さっき言った X バンドってアプリは、このアイコンです。これ。ん？あ、そうそう。今日空いてない話もしなきゃいけないんだよな。空いてない話。これ。は、よし。これ。こいつです。こいつが、超見やすい。まあ、これさっきも見せましたけど。ここら辺のこの青いもやもやとしたのがこれ雨が降ってる地域です。X バンド、超いいですよ、これ。今日たまたま検索して、アプリ入れたんですけどね。これで無料だなんて。85円ぐらい払いたいとこです。85円ってアプリが最近いくつかあったんで、85円って言ってますけど。薄い水色。いや、結構降ってると思いますけどね。どうだ？ん？落としてます？あ、ダウンロード中ってことですね。で、今日ですね、そうそう、説明しなきゃ。今日、無料代償。まあ、広告入りますけどね、あれ、どのぐらい元というか、収益があるんだろう。あ、そうか、皆さんにこの読み上げ全く聞こえてないだった。だから、とか私がうなずいても、どれのことかわかんないんだ。これ、外に出すかな。ただ、元のデータですね。終わった。あ、星入れ紹介。で、それも恒例ですね。で、今日この増田のあたりに泊まろうと思って、ビジネスホテルとか民宿に、電話したら全然空いてなくてですね。で、さっき風呂で、何歳ぐらいだろう。まあ、50歳ぐらいのおっちゃんも一緒に入ってきて、で、いろいろ話したんですけど、この、前、美保三泉って、あ、そうそう、美保三泉って、あれ、この大黒屋さん泊まった時、美保三泉っていう夕日見たとこありますよね。美保三泉のところに近くに夜、火力発電所が見えたと思うんですよ。いや、夜配信の時に、夜配信の時に。あそこがですね、4年に1回だけ、何かわかんないんですけど、あそこの火力発電所でですね、今年4月から、6月、7月ぐらいまで何かその
改装なのか何なのか、人手を要する仕事をやるらしくて、それで今、この辺りに1500人だっけの、季節労働っていうのかな、その仕事のためだけに来てる人たちがみんな泊まってるらしいです。だからお祭りがあるんじゃなくて、火力発電所の人で、そう、1500人、何やるんでしょうね。それで来てるって言ってましたよ。その、お風呂で会った人は。そうそう。だから、今日の夕食の時も、マリ泊まってる人は結構さ、作業っぽい格好の人多かったです。好景気ですね。4年に一遍だけ2、3ヶ月ぐらいやるらしいですよ。なんでしょうね、人で。人で。あ、そうそう、こういうホテルはビジネス用というか、まあ、特に肉体労働系の人が泊まってること多いですね。書き入れ時、そうなりますね。そうそう、燃やす、燃料を投入するってことですか。で、戻ってこなかった。明日、どうしようかな。萩ですよね。ユースホステルあるんですよね。あと、会社の部長さんが近くに実家があって戻ってきてて、そちらからいろいろ情報をいただいてるんで、肉体労働系でございます。で、じゃあ押し入れの中見ますか。プラントの点検、ああ、そういうのなのかな。こういうみ、あの、外に、外に持っていくとちょっと人がいると気まずいですね。おお、今日降ってないですよ。今のところは。すごい色の毛布がある。オレンジ色だ。ディテールが完全に飛んでる。あ、一応見えてきましたね。ブラジャー、そうそう、持ち歩いてるブラジャーは。お、枕3つもある。ラッキー。使い放題ですね、交互に。なんか昔の貴族みたいに、冷たいベッドが好きだからって、たくさんベッド並べて順番寝ていったっていう。枕3つも。枕投げ。じゃあちょっとこれ、ボリューム外下げて、外に出るか。ここあとですね、さっき洗濯の話したんですけど、何人？あ、魔の人か。そうそう。前、マリオさんと民宿配信あって、えらい受けましたからね。広いところは、ちょうど人が来て、いた。暗いな。こうです。この部屋の目の前が洗濯機ができる、洗濯機ができるというか洗濯できるところで、この洗濯機とこの乾燥機、これが全てここに電源が集約されていて、100入れると90分稼働します。だから洗濯して乾燥までやって100円で済むという、さすがビジネス、そうですね、ビジネス旅館。さっき今日の分が、ああ、乾いてる乾いてる。あ、落ちた。洗濯しました。おお、乾いてる乾いてる。おお、バッチリ乾いてますね。ありがたいです、本当に。よいしょ。そうそう、長期の人も長期割引があるって言ってたかな。乾燥機、そうですね。しかも今日はほとんど汚れも出てないし、お風呂入ってないです。靴下も全部乾いたかな。やった。こういうの私は好きですね。あった。直結。絡みませんさ。ん？ドア開けた時？ドア。さっき向こうから人が歩いてきてましたけどね。歯磨いてたみたい。そうそう、11時までです。結構向こうに怖いものが見えたんで。ちなみに部屋番号はですね、この素っ気なさ素晴らしい。特に民宿みたいに
何々の間みたいなのないんですね。23号28号もあんのかな。でも人が入ってるところの前だからな。隣は25号で24はないんですかね。囚人番号、そうそう、そんな感じに見える。あ、電気消しとかないと。囚人28号はあの岸和田博士の大塚所長のあれだったっけ。うん、星新一の小説っぽかったっていうのはどれだっけ。なんかの文字列がってことですよね。4は、うん、まあ4は縁起悪いからないってとこ多いですよね。さて、じゃあ明日はこれ、このパニアバッグにこの展開してるやつと、さらにこの箱の中のたくさんの荷物を全部詰め込まないといけない。あ、ちなみに何持ってきたか、その時間埋めのためにやりましょうか。そう、暗夜町ないです。あのこの間のしびれ湖の日か、しびれ湖の日の時の放送でゴールドチケットもらってたんで、それ使えば夜できるんですけどね。と言っても延長したってやることないから、特に今日早く寝て明日早く起きようと思って。ちなみに 1,2,3,4,5,6 畳ですね。6畳一間ですけど、1人には広いです。ん、窓の外の、あ、窓の外延長して食べる、いや特にそういうのは、普通の10おっと、危ない。今手元にポタファイ持ってるんで、これ落ちたら窓の外に落ちる。チケットはゴールド、なかなか使いどこ難しいんですよね、ゴールドらしい使い方が。明るさ上げて、コントラスト上げる、やっほー、あ、ポタファイ、ポータブル Wi-Fi といって、このぐらい、このもんか。私の鳥メジャー全然見えないんですけどね。本当にカメラって動画だとすごいよな。アナマスありがとうございます。向こうが海方向なのかな。向こうがさっきあの走ってきた国道じゃない、これ裏通りだ。私がこの見てるのは、私のこの部屋の窓が国道じゃない側に面してるんだ。うん、駅はですね、3キロぐらい、3.5 キロぐらいだったと思います、増田駅まで。まあ、近いとは言わないか。今、だからこれ、向いてんのは北側ですかね。いや、違う、南側向いてんだ。で、これが正面の、あの知らないお宅です。本当によく映るな、動画だと。静止画だとここまで映らないですけどね。すごい。緑っぽかったら。日の出配信、あ、私は早起きできなくて、顔がよっと、はい、今日配信、いや特に、そうそう、本当に動画だと暗いとこ強いですよね。うん、心霊が不謹慎って言っていいのかどうかなというのか。リング、あ、そうそう、カーテンしないと。あまり気にしないんですけど、一応なんかした方が文明的らしいので、カーテンをする文明人。ん？広すぎない、まあ結構広いですね。ここに私が寝るとどういう図になるか、顔、じゃあちょっと待ってください。よいしょ、よいしょ、くれたら、晩酌、私は酒飲めないんですよ。漫画で、あのフェリーでその漫画の主人公に相当する横見さんって人が、あの広いから、広い部屋だから、あの広く使わなきゃもったいないと言って、寝方がこうらしいですね。あ、そうそう、お腹結構出始めてるんですよ。
いらっしゃいませ。何が書いてある？あ、もう42になってると思います。そうそうよ、確か今42歳のはずです。私はデジカメが本体、デジカメが本体って言われますね、私は。デジカメ、ん？何何？宿の晩ご飯は、家庭的な料理。そう、南こうせつと、あと谷川名人がものすごく言われますね。あーっていう風に言われますね、そのコメントで。似てるーって言われますね。あ、こんばんは。山陰は今、島根県の山口県よりの海沿いです。昭和45年、そうそう。よくご存知で。はい。今度はデジカメの方の写真で。どうだ？高速の寄せ？ピント、あ、そっか。オートフォーカスオフにしてた。神田川。なんだっけ。神田川。ん？何がなかった？インド州生まれだったら吠えなくてもいいはずじゃないですか。明日に向けて。あ、そう、タケノコ美味しかった。この真ん中、これが真ん中の、これがタケノコと、タケノコと、あ、なんかガチャガチャしてるな。あ、そうそう、随番出る奥の餃子が出てくるの、タイムラグがあったんで、もう食い始めちゃってました。量は、いや、でも量ちょうどいいくらいなんですけど、民宿はだいたい多すぎるんですよ。だいぶ食べちゃいました。あ、ちなみに、あれ？書いてないか。ただかけでございます。メインは複数ありますね。ん？明日は島並み。あー、流れた。てかコメント1000字書いて多すぎ。やっぱり宿配信盛り上がりすぎますね。なんでこんなに行くんだろう。揚げ餃子、そうそう、揚げ餃子。ご飯のおかわりはできたのかもしれないですけど、お願いしませんでした。でも、スープというか、まあ、スープでいいか。スープのおかわりは頼みました。いや、もうこれで今日の枠は終わって、早めに寝ます。もう明日はルート決まってるから楽でいいな。お騒ぎ、そうそうそう。夜の。ん、何餃子？マスター餃子。年長でも、いや、特にネタないので。楽しい。コメントの方で盛り上がりすぎてるのあるんですね。旅行中は特に。といって盛り下げてくれっていうわけでもないんですけど。じゃあ。あ、タイムシフト。あ、そうだ。タイムシフトのイベントリストを最後にアップしてから今日は寝ます。じゃあ。ありがとうございました。おやすみなさい。何時起き？ 6 時半から朝ごはん食えるらしいです。お疲れ様です。しないように。了解です。あ、まだ終わってなかった。しまった。字が小さすぎて見えてなかった。お疲れ様です。今度よく、最後によくやるネタ。高速に手を動かす。